橋宏斗、中日をギッタギタにしたい、全力で抑えたい。侍ジャパンのメンバーに選ばれた高橋宏斗投手が、立浪監督とじっくりと話し込む様子も見られました。高橋宏斗投手、チームメイトとの対戦はどんな気持ち？クソ楽しみです。全力で抑えに行くんですけど、ギッタギタにしたいですね。クソ楽しみでクサ。ストレス溜まってそう。シーズンの恨み。本当に言っててクサ。完全試合やりそう。ギッタギタって言葉ジャイアン以外で使ってるやつ初めて見た。他のピー打てないのにお前を打てるわけないじゃん。最強の盾と最弱の矛の対決やん、矛盾やな。日頃の恨みを晴らす機会やな。やめてクレメンス、援護が今までなかったのは謝るから。これはどっちに転んでも楽しめるやつや。ヒロト、なんかストレスあった ?FA 宣言かな？お前変わったな。栗林、わかる。普段対戦することのない強者との対決お前に燃えてるな高橋。来いよヒロト、大きくしてやる。打たれても抑えても中日が煽られる地獄。中日のスタメンどうなるんや、代表で抜けてかなり弱いか。高橋宏斗ってめっちゃ畜生だよな。そういうところも大物感ある。何か中日悪いことしたの？何も、援護せえへんからや。そんなに中日が憎いか？これはバトルフェイス。闇落ちかな。大野も同じこと言いそう。煽りで山本フォームで投げてみてほしい。今回は打ってくれる味方がおるからな。そら強気よ。憎しみは憎しみを生むだけだよ。今シーズン援護なくてもいいの？どうせないじゃん。まるで何もしなければ援護してもらえるみたいな言い草。一度援護の味を覚えてしまったら中日に戻れなくなるぞ。二日間とも満員だし、ソフトバンク戦と何が違うのか。大野雄涌井の沢村翔系統に震えろ。これは帰ったら教育やろな。外から見る中日はほっこりする。通常この時期はピッチャー優位やからな。ベンチの立浪めがけて投げるんやろうな。ヒロト、合格や。中日抑えて自信つけていこう。